お疲れ様です、白川です。先生今どちらにいらっしゃいますか？そんなことより聞いてよ白川ちゃん、さっき僕が書いた歌を口ずさんでる少年とすれ違ったよ。はい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 、よかったですね。打ち合わせをしちゃうのでそこ動かないでくださいね。わかりましたか五十嵐先生。本日はよろしくお願いいたします。雨大丈夫でしたか？五十嵐元春先生って意外と若い人なんだな。あなたの周りにもいるかもしれません。クールでかっこよくて、だけどちょっぴりドジな男子たち。君たち高雪のお友達だよね。どうも五十嵐元春です。これはそんなドジさえもクールに決めてしまう男子たちの日常談。僕ら人であることを選んで歌い上げる。タイプ頭の悪いとこもみんな愛してほしいんだよ。ハヤテ、それ僕のコーヒー。今後ろ。人に恵まれてる気がする。データよし、全員揃ったことだし、行くぞ海。おークールドジ男子テレビアニメ放送中。